さて、よし。サイラス。なるほど。すまない。の。帰ってくれ。サイラス。ほうほう、なるほど。ほうほう、なるほど。
ほうほう。なるほど。よし。失礼。ああ。そして。実は ありがとう。それでな。実は。ああ。まさか。そうそう。それでな。
なるほど。ああ。ルシアと申します。申し訳ございません。確かに。まさか。はい。なるほど。ええ。ああ。実は。はい。わかった。承知しました。さあ。そうか。なここは。騙してすまないね、サイラス君。その声は、あなたか。イボン学長。君が変国の書の調査を開始した。ならば、きっとここにたどり着く。
そう思っていたが、やはり来たか。なるほど、ルシアは私の監視役ということか。残念だよサイラス君。その知識に貪欲な姿勢を私は高く評価しているのだが。どうだ、私の弟子に。断る。自分だけが知識を得ればいい。そのような考えは私の理念に反する。知識とは分かち合うべきもの。私とあなたの考え方は根本的に違う。答えると思ったよ。とても残念だ。そうそう、この家は今でも私のものでね、訪ねてくる者は誰もいない。これがどういう意味かわからない君ではないだろう。さらばだサイラス君、そこで最後を迎えたまえ。まさか。実は、テレーズ君。イボン。行くぞ。幸運の風吹き荒れよ。
ここからが本番だ。どう出る？火炎よ、焼き尽くせ！行きましょう。癒しの奇跡を与えたまえ。行く。おーい！さあ、狂乱よ、巻き起これ！コップ、ガッポやっ。それでは、はっ。ここからが本番だ。行くぞ。終わりだ。ご加護。行くぞ。よっ。どけ。頑張ります。輝きたまえ。なかなか考えがいがあるね。雷鳴よ、驚き響け。この程度では不合格だ。良い戦いにしよう。行くぞ。マジックスピードガンだ。さて、どうしよう。ここからが本番だ。横一文字切れ。頑張ります。闇夜に飛ばれ、我が番を払え。おーい、
幸運の風を吹き荒れよ。すっはっ、うん、この程度では不合格。来い、傭兵だ。行くぞ。くらい。なかなか考えがいがあるね。とっ。行きましょう。傷を癒したまえ。大した強さだ。合格点だ。テレーズ君。やれやれ。君はもっと冷淡な性格だと思っていたよ。イボン学長、テレーズ君をどうするおつもりですか？君も彼女も私の秘密を知ってしまった。だから二人一緒に仲良く死んでもらう。させませんよ。テレーズ君は私が助けます。らしくもなく熱くなっているな。いいだろう。その石は血を結晶化させて作った。天国の書に記述された力の一端、メイドの土産に拝ませてやら。負けるわけにはいかない。さあ、どう出る。氷乱よ、巻き起これ。行くぞ。行くぞ。うん。
行きましょう。闇夜の帳、災いを払え。覚悟はいいか。行くぞ。マジックスピードだ。さあどうだ。あっ、行きましょう。行くぞ。覚悟は投降しエベルよ。そう覚悟はいいか。中華突撃弾。集中していこう。雷鳴よ、狂気響け。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。どけ。はっ。さてどうしようか。光よ、ここに。行くぞ。行きましょう。ガンプ。光。さて。行くぞ。守りはバラーキだ。ふん。雷鳴よ、驚き響け。だっ、あっ。光よ、ここに。ああ、マジックスピード。ここ。よ。では行きます。光。光よ、ここに。それでは、それ。行くぞ。頭を冷やす。さあどう出る。と。覚悟はいいか。頭を冷やす。頑張ります。孔雀の舞。守るのバラ。
狂乱よ、巻き起これ。授業はこれで終わりだ。バカな。なんだって。まさか。おのれ。目が覚めたかい？はい。テレーズ君、君がなぜここにいるのか教えてもらえるかい？はい。イボン学長が誰かと話しているのを聞いてしまって、相手の声は聞こえなかったんですけど、内容はサイラス先生の命を狙う、そんなことを言っていました。それで私、その話を聞いてここまで。はい。私は君の教師でもある。だからこそ君の危険な行動を叱るべき立場にいる。はい。だが、私が君に救われたことも確かだ。礼を言うべきではあっても叱る資格はないだろう。ただ一つ約束してくれないか。約束ですか？行動するときは一人で決めないこと、周囲の人間に相談してほしい。先生がそれを言うんですか？私だって心配したんですよ。そうだな、すまない。先生、私、次からは手紙を届けるようにしよう。そうそう、課題もつけなければな。楽しみにしておきます。よし、この話はもう終わりにしよう。あの先生、もう一つだけ、イボン学長の話で気になることが。ほう、それは何かな？先生を始末した後にイボン学長はある場所に向かう。なるほど、気になる話だ。私はそこへ行く。いや、行かなくてはならないんだ。
イボン学長は私とよく似た部分のある人だ。先生と？どこまでも貪欲に知識を求める。知識欲の強さはとても似通っている。だが価値観に決定的な違いがある。彼は知識を独占するために今の学長という地位を利用していたんだ。私にはそれが許せない。優れた知識は分かち合うべきだ。知識は過去から受け継ぎ、未来へ託してこそ価値を発揮する。知識を自身のみで完結しようとするイボン学長のやり方は間違っている。テレーズ君にも覚えていてほしい。知識は人々が共有すべき財産であると。財産ですか？私が授業で君たちに伝えているように、知識を多くの人々へ行き渡らせること。知識を追い求めるなら、それこそが重要だと私は考えている。そして知識を悪用する者がいるなら、それを止めなくてはならないんだ。そうですか。止めても無駄。ダスクバローに向かう。イボン学長はそう言っていました。そうか。ありがとう、テレーズ君。大丈夫。君の先生は同じ失敗は繰り返さない。より慎重に行動するさ。信じて、いいんですね。ああ、信じてくれ。わかりました、先生。ああ、約束だ。では、君は動けるようになるまで、ここできちんと世話をしてもらう。ダスクバローか。イボン学長はそこで何をしようとしていたのだろう。それにあのイボン学長の変化、一瞬で人を超越した姿になり果てた。まさか死をもたらすだけでなく生を増幅させる力もある。あのような異形へと姿を変えることがイボン学長の目的だとは思えない。それに学長は裏切られたと言っていた。変国の書の原本も見つかっていない。全ての謎の答えはきっとそこにあるはずだ。ダスクバロー、一体何があるというのだ。サイラスさん。